日本近畿地方大阪府八尾市、本町本町は大阪府八尾市の町。現行行政地名は本町1丁目及びから本町7丁目。住居表示は実施済み。現住所表記に変更される前は、大技、八尾を中心に、大技西号、大技木戸、大技東号、大技大神寺など、周囲の一部も含まれていた。 両政国一覧機内川地国、和歌江郡寺内村他川地国和歌江郡の南に、一市、寺内町の他に、八尾八家村と呼ばれた、西郷村、東郷村、木戸村、昭の内村、城邦寺村、今井村、別宮村、八尾座村の各村があった地域が、郷儀の八尾と呼ばれる。中世、平安時代以降は、八尾省と呼ばれた、有力寺院の省園地であった。 慶長11年に九宝寺村の森本育地から17、人衆は、本願寺が、東西に分かれて対立したこと発端とし、九宝寺寺内町を支配していた安石と、対立したが敗訴し、また17人衆は、東本願寺に属したことから村を追放される、形となった。この時、東本願寺の教女は、徳川家康より、 八尾省の四町四方の地を与えられ、育地からは、東本願寺に属した地願寺と共にこの地に移住、荒れ地を開墾して、八尾御坊大神寺を中心とした、寺内町の基礎を築いた。以降、八尾の中心は後に、八尾八家村と呼ばれる集落から寺内町へと移り、在京町として発展した。町内は、 周囲の農村部で木綿栽培が盛んだったこともあり木綿問屋や肥料屋が数多く存在した。江戸時代初期までは八ヶ村は一つの村であったが、官営年間に分村している。現在の本町は寺内町の全域及び周囲の一部を取り込んだ地域である。江戸時代における支配者は最初は幕府直轄、教法15年以降は大阪城代。 時よりと史料、後来実の上の沼田藩への入部により、沼田藩領となり、幕末へ至る。明治期の市町村政志向により、八尾村の大技八尾の一部となる。昭和35年に、町名地盤改正が実施され、旧寺内村とその周辺で整理、住居表示が実施され、本町一丁目の七丁目となった。八尾寺内町2千二十年三月十一日、 現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。主要道路、ありがとうございます。